ユリワサビは、アブラナカワサビ属の多年層。同族のワサビと比べ、全体に小型。別名犬ワサビ。地下の根茎は、ワサビより細く短い。傭兵の基部が飛行して、輪形状になる。茎は細く成長すると倒れる。葉は、ワサビより小さく、能力食伝に、葉状の荒い巨子があり、傭兵の基部は膨らむ。葉は開花、結実後も枯れずに生存する。 花期は3から5月。茎の先端に短い、まばらな花状をつける。花は白色の十字状の四弁花で、花弁の長さは4から6ミリメートル。学編は楕円形。花柄の基部には、葉が変化した角がつき、やや深く切れ込む。上角花は、長さ10から15ミリメートルになり、開けでするか、下を向く。日本古有種。本州から九州に分布し、 山間の沢や、渓流のほとりに生育する。和妙百合わさびは、百合わさびの胃で、陶器に残る傭兵の器部の鱗形容が、百合の百合根に似ることから言う。種小名手縫え、手縫いマイナスは、薄い、弱々しいの意味。わさび同様三菜とされ、茎や葉、花は、おひたしなどに利用される。同族の大百合わさびゆとりいま手縫え巻のバリエーション、沖の四面セオいは、 ユリワサビの変種とされ、基準標本の最終値である、福岡県の沖ノ島固有のもので、同地で生育が確認できず、2000年の環境調レッドデータブックまでは、全滅種とされていた。しかし、大ユリワサビ、その生活と分類学的位置、なるはしナオ広梅本孝治、若杉隆尾によって、大ユリワサビは、独立した主流トリーマ沖野島瀬帝君、であり、また、 本州の東北地方から九州にかけて分布しているとされた。東北地方でユリワサビとされていたものは大ゆりわさびであった。また、牧野富太郎元著、新木屋日本植物図鑑のユリワサビのスケッチは大ゆりわさびによく似ているとの意見もある。ありがとうございます。